女王は一般に王のうち女性であるもの、または男性の王に相当する女性の地位。王は君主の一般的な称号として用いられる。他皇族や諸皇の称号として、あるいは転じて第一人者の意味で用いられるが、これは女王についても同様である。ここでは君主としての女王の意味のほか、その派生的用法について記述する。 エリザベス・ボーズ・ライアン・イギリス王妃、1936年から1952年、イギリス王対合、1952年から2002年日本語においては、君主として自ら王位を有する女王は、男王の配偶者である王妃とは、言葉の上で完全に区別される。また、王位ではなく、定位を有する女帝とは、区別されるとも区別される。ただし、言語で女王と王妃を区別せず、 単に、クイーンとされている場合に、本来は、王妃であっても、女王と訳されることもある。イギリス国王ジョージ6世の妻で王妃であった、エリザベス・ボーズ・ライアンは、王大号となってからは、クイーン・エリザベス・クイーン・マザーと呼ばれたが、ここでの二つの、クイーンは、ジョージ6世王妃及び女王エリザベス2世の聖母の、エリザベスと意味で異なる。女王の配偶者である男性は、 王廃と呼ばれることがある。語呂の都合から女王は女王と読まれる例が多く見られるが、NHK 等の放送では女王が用いられている。これは同じく漢字には内調音を付加する例として、夫婦、鹿といった読み方が江戸時代以前からなされてきたことに対し、女王、女王と読む例は比較的最近に発生したと思われるため、伝統的な読み方である。 女王を採用していると NHK 放送文化研究所は主張している。以下、君主国の中で女性に継承権が容認されている国。以下の人物は各国における君主くらいの継承権、第1位から第2位の地位にある女性王族である。以下では女王だけでなく女性君主全般についても研究する。近代以前には男性を中心とし、かつ君主に 実質的な統治権力が与えられる社会が多く見られたが、こういった社会においては、その帰結として女性が君主となることは少なかった。伝えられる中で最も古い女王としては、旧約聖書に出てくるバの女王がいるが、伝説の域を出ていない。古代のプトレマイオス朝、エジプトでは、男王との共同統治という形でクレオパトラなどの女王が現れた。古代エジプトでは、 多い継承権を王室の王女が持つことが多く、この王女と結婚した王室の男性がファラオになるという慣習があった。この慣習の後、プトレマイオス・朝では代々男王と女王の共同統治が続くことになった。一方、力を持ち単独で支配した女性のファラオは第18王朝のハトシプストがいるのみである。他にはセベクネフェルなどの単独の女王もいた。 古代の日本においては、山大国の女王として卑弥呼が知られるが、実験は弟が握っていたとも見られ、実態は明らかでない。アスカ時代から奈良時代、また江戸時代には女性天皇が存在したが、これについては当該項目を参照。白木では7世紀に全徳女王など3人の女王が即位した。中国では女性君主も、 女系継承という考え方もなく、母校として実権を振るった女性は多いが、女帝として即位したのは、不足点が唯一であった。東ローマ帝国では8世紀に、エ霊レネが女帝となったが、西ヨーロッパはこれに反発し、カール大帝を西ローマ皇帝とした。東ローマ帝国では、イゴモ、デオドラ、ゾエ、エウドキア・マクレンボリティサなど女帝が誕生する。 ビクトリア女王は19世紀にイギリスの王位を継承した。在位63年。一方、女子相続を認めないサリカ法によって、ジョージ世以来同訓連合を組んできたドイツのハノーファー王国の王位を継承することはできなかった。一方、西ヨーロッパにおいては、ゲルマン法系のサリカ法典が女性による土地の相続を禁止しており、これが 女性の王位継承を禁じていると解釈されたため、その影響下にある地域においては、女王は原則として存在しなかった。しかし、他の地域では、女性君主が存在することがあった。12世紀のエルサレム王国では、国王ボードアン2世の娘メリザンドが、アンジュ博古く5世を婿に迎え、共同国王とした。12世紀のイングランドでは、ヘンリー1世の死後、 唯一の着手である娘マティルダが王位を主張した。ジョージスのメリザンドはすでに即位しており、その夫古くは、モードの夫アンジュー白女フロア4世の父にあたるため、イングランドでも同様の即位は可能と考えたと思われる。しかし、一時期、イングランド人の女主人を少子事実上の女王と、 なったが、正式の即位は果たせず、息子ヘンリー2世が王位を継ぐことになる。13世紀のスコットランドでは、3歳の、ヨークンマーガレットが女王となるが、父である、ノルウェーをエイリク2世の下で養育される、完全に名目だけの君主だった。しかも7歳の時、スコットランドへ渡り着くや、いや死去している。14世紀の終わりに、デンマーク王女マルグレーテが、 同国の事実上の君主として、ラワンを振るい、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの北欧三国を支配したが、正式な女王の位にはついていない。しかし君主並みの権力を要していたため、後年女王として偶され、20世紀に即位したデンマーク女王は、マルグレーテ2世と称している。15世紀にイサベル1世がカスティーリャ女王となったが、イサベルはカスティーリャにおいては、 夫のアラゴン王フェルナンド2世との共同統治、アラゴンにおいては、フェルナンドの王妃であった。イサベル1世の死に伴いフェルナンドもカスティーラ王位を、失い、カスティーラ王位は二人の娘のフアナ女王が継承した、もののその数年後に健康を害した。アラゴンの王位は、フェルナンド2世の死後に、フアナの長男カルロス1世が継承した。両王位が、 形式上も一人の君主のものとして統合されるのは、フアナの死後のことである。16世紀に、スコットランドでは、メアリー女王が、生後わずか数日で即位するが、5歳で、フランスに渡り、その後、フランスは二世の王妃となった。フランスは二世が創生したため18歳で、スコットランドに帰国するが、24歳で退位している。その間、スコットランド国内は、貴族が支配し、 メアリーに君主としての実験は、ほとんどなかった。16世紀のイングランドでは、エドワード6世の死で、チューダー家の男系王朝が断然し、ジェーン・グレー、メアリー1世、エリザベス1世と女王が続いた。ジェーンは完全な苦ぐであり、しかも、即位自体を容認しない場合もある。メアリーも夫のスペイン王フェリペ2世に政治的干渉を受けていたため、 実験を持つ単独の女王はエリザベス1世が初めてであるという見方もある。エリザベス1世は25歳で即位、45年、在位してイギリス海洋帝国の基礎を築いた。17世紀のスウェーデンでは、グスタフ2世、アドルフの選手後、6歳の娘クリスティーナが女王になった。いとこのカール10世と継承争いが起こってもおかしくない状況であったが、 クリスティーナがカールと婚約することで、すんなりと決まった。しかし、クリスティーナは決められた結婚と不自由な女王の座を、嫌い、28歳で王位を、カール10世に譲り、ローマに移住して気ままな人生を送った。スウェーデンではまた、18世紀初頭に、カール12世の後を襲い、ウルリカ・レオノーラが女王に退官している。しかし、王権が著しく制限されたことへの不満から、 わずか2年で夫フレドリック一世に上位した。スウェーデン王女、ビクトリア皇太子と第一子エステル王女と夫のダニエル王子。18世紀には女性による継承が禁止されていたハプスブルク家において、相続問題が生じたものの、プラグマティッシェ残イオンにより、マリア・テレジアが家督を相続した。これをめぐってオーストリア継承戦争が勃発する。 ハプスブルク家が事実上世襲化していた、神聖ローマ皇帝位は、一時バイエルンのビッテルスバッハ家に奪われた後、マリア・テレジアの夫フランツ一世が継承した。マリア・テレジア自身は神聖ローマ帝国においては、フランツ一世の皇后という立場だったが、ハプスブルク家領においては、オーストリア大公、ハンガリー女王、ボヘミア女王などの君主位についており、自らが君主として君臨した。 18世紀のロシア帝国では、エカチェリーナ1世が女帝となって、以降、4人の女帝が現れた。重臣たちの苦物が多かったが、エカチェリーナ2世は実験を振るい、ロシアの黄金期を作り上げた。スペインブルボの朝は、創始時にはサリカ法を導入していたが、19世紀に、フェルナンド7世がこれを廃止、娘のイサベル2世が即位している。 現代のヨーロッパの君主国における王室では、スウェーデンやデンマーク、イギリス、オランダ、ベルギーのように後継者問題や、女性の地位向上などに伴い、男子優先主義を廃して、性別を問わず、第一子を後継者とする第一主義への転換を行った国が多く、現れている。例として、スウェーデンにおいては、女性皇太子ヴィクトリアは、同国国王カール16世。 グスタフの第一子であるが、1980年の大位継承法改正によって、第二子の弟、カール・フィリップに代わり時期大位継承者となった。即位すれば、スウェーデン史上三人目の女王になる。また、エステル王女は、出生時から推定相続人であり、スウェーデンは女王が二代続くことが確定となっている。現在の君主国過去に存在した。 君主国女王の称号は日本の皇族の身くらいにも用いられる。この場合の女王は現代では皇室天般で定める天皇から見て着難系着室で三神党遺縁の皇族女子である。日本の歴史における女王君主については女性天皇を参照。ありがとうございます。